どうした？あ、ポテト完売しました。すいません。さっき言ってたやん。頑張ってね。お疲れ様でーす。お願い。お願い。こんにちは、セラです。ココミです。ココです。今日はゴチチャレンジ。ルールを説明します。メニューがそちらにあります。はい、値段を考えながら1品ずつ注文してください。はい、はい、この番号は何？あ、個数2とか書いてあるのは2個しかないから、食べたければ早めに注文してもらった方がいいです。ね、設定金額、はい、600円です。1個の値段を予想して、600円って言うと合計の食べた金額、1個60円とかとして考えたら10品食べれるとかね、そんな感じ。600円になったところでストップって言ってくださいね。はい、はい、どうしよう。一品目どうしますか？じゃあ桃。桃？桃串？桃串。桃串、はい、串どういうやつ？かんぴょう巻きって何？見てのお楽しみです。じゃあ海苔巻きにしよう。どうしよう、こういうの決められない。いなり寿司で。いなりです。ありがとうございます。のり巻きです。はい、ももです。美味しそう。はい、これもともと2個で売ってたってこと？まあそんな感じかな。いただきましょう。はい、いただいてください。いただきます。いただきます。はい、いくらか予想しながら食べてね。はい、わかんない、こういうの。え、2個入りでしょ？何寿司2個入りで、のり巻き2個入り、そうはしない。なんで？いくらだろう、これ180円とかにしてみる。1個？2個で180円だから、ニココちゃんもそれがいくらかちゃんとメモってね。一応こちらスーパーで順番でいきます。注文どうぞ。決まった。ポテトサラダ、はい、あるんだ。食べてなかった。美味しいでしょ。でもせいちゃんは揚げ餃子、ヒレカツ。はい、じゃん、こちら揚げ餃子になってます。ありがとうございます。絶対美味しいじゃん。はい、こちらヒレカツです。ポテトサラダとか絶対むずいじゃん。うん、じゃん、ポテトサラダです。いただきます。うん、うん。ちなみに最下位の人は払ってもらいます。600円。600円の3人分、うん、3人分、うん、あのこれだけでないってこと？今2つ食べたから。近かったらいいの？プラマイ200円とかあるよね。プラマイ30円にしようか。200円。はい、テームス。テームス、はい、じゃあポテトで海苔巻き、じゃん、テームスです。ありがとうございます。揚げ餃子で、じゃん、揚げ餃子です。じゃん、ポテト2本付きです。いただきます。いただきます。遅れてんだけど。3つ、はい、3つね。はい、食べて。何くらいだろう。うち6個。おいしい。これだけで、うん、まだいけるわ。全然いける。まだ全然いける。全然いけるよ。卵焼き、はい、はい、卵焼きです。大学芋、はい、こちらです。はい、卵焼きで、はい、よいしょ。あ、本当だ。いただきます。調べてみる。何を調べるんだ。間違えた、計算する。びっくりしちゃう。うん、おいしい。うん、ポテト、ポテト、はい、はい、ポテトです。2本ずつが7個。そう、春巻き。春巻き、はい、じゃん、春巻きです。サンドイッチ、はい、卵サンドです。なんか結構な量だよね。そうだね、うん、大学芋でポテト、ヒレカツ。ちょっと1個予想してみて。じゃあポテトいくら？32円。25円。正解は25円。ここみ正解。春巻き、はい、春巻き、春巻き。春巻き5個か。大学芋も食べたら予想してくださいね。金額をね、いくらぐらいだと思う？セイラちゃん、春巻きいくらと予想しましたか？66円。おお、64。おお、近いね。リコちゃん、大学芋もいくらと予想しましたか？53。53。おお、どうぞ。サンドイッチ。サンドイッチ。卵焼き。このサラダ、真剣ですね。さん、だって払いたくないから。はい、ココミちゃん、フラサンド、はい、45円。ほうほうほう。リココちゃん、24。全然違うわ。ミックスゼリー。あ、間違えた、なんでもないです。あ、全然計算しなかった。全部。じゃあヒレカツ、はい、唐揚げ。唐揚げ、はい、はい、唐揚げです。ポテト。
いや、なんのところに来る。テイラーが出てた。大きさ稼ぐ。でも、また撮ってた。え、ダメなの？いいの？いいよ。何回でもいいんだよ。なんかちょっとお腹空いてきたので、まだ全然いけそうになった。ポテト。大学芋で。ミックスゼリー。ミックスゼリー来た。すごっ。こちらです。どうぞ。ありがとうございます。よかった。よかったね。ゼリーとか早いの勝ちだから。うん。じゃあゼリー。ここみたいな。みかんゼリーになります。いなり。多分もうこれで終わりかな。でもあと1個いけそうだな。ポテトサラダ。ポテト。はい。安そうだから。ポテト。はい。小説入りまーす。ポテトはもう完売でーす。2人で完売ね。ポテト。ああ、よかったね。もう無理かも私。もう限界？値段が。調節期間入ります。基本設定は5円単位です。あ、ならよかった。9円とか4円とか2円とかはないです。ならよかった。5円10円の単位です。全部？全部。全部。の方が計算しやすいかなと思って。あ、そういうこと？だってあまり出てるもんおかしくない？計算してあまり出てるのおかしい。計算し直すわちょっと。また食べれるかも。いけそう。そうなんだ。ポテトにします。あ、ポテト完売しました。すいません。さっき言ってたやん。まだ全然食べれるんだけど。うん、卵焼きは食べれるけど高いから。40円。似てる？似てる？ないの？45円。おお、似てるね。近いですな。近いです、ね。私は。じゃあ、ちゃんは？で迷ってんの？卵。卵はいい。ここら辺で迷ってんの。今現在の。今現在の金額発表会。はい。イエーイ。はい。ここみちゃんから525円。私もスマホでちょっと計算しよう。ごちゃごちゃすぎる。522円。2年単位はないのでだから5か0、最後は5か0なの。頑張ってね、ケイさん。頑張ってね。お疲れ様です。うざっ。お疲れ様です。一応あのハートつけたやつが食べたやつ、名前の隣に値段書いてます。もういいね。そうしたら余計なマークつけなくてもわかるから。一応卵焼き注文しとこうか。はい、注文しまーす。はーい。今ちょっと分かりやすいように花丸をつけてます。分かりにくい。分かりづら。アナログ人間な。え、スマホ隣にあるの。最初だってスマホしかいらないみたいな感じなかった？聞いてたよ。値上げしてくれた。やばい、さっきから値上げしまくってるからさ。ちょっと待って。ちょっと待って。はい。大学芋うち2個食べてる。何枚ありますか？私もだよ。ちゃんとした計算ができます。430。これでストップします。ストップします。ストップですね。了解です。ニココちゃんは430円と予想しているのでまだまだ食べれますね。揚げ餃子、卵焼きも、うん、食べなければ、うん、よかった。あれ、注文しないときもよかった話。え、なんでそれはちょっとあの大学芋をうち2個食べたことを知らずに1つで計算してましたし、あの今大学芋を値上げしちゃった。ちなみに大学芋いくら？30円。ちょっと大学芋誰にも選ばれなかった。悲しい。あ、ちょっとあのちょっと量が多いかなと思った。取り消しできません。いくらオーバーしたの？5円。でも605円だったら200円だよ。あ、やったー。うん、あと300円ぐらい。はい、完璧。大学芋。大学芋、はい。すごい、いっぱいますね。何もいっぱい。卵は召し上がらないの？ママ食べたいかなと思って。1個残ってる。もう食べないもん。めっちゃ食べていい？え、じゃあ私食べる。人気のないかんぴょう巻きは、うわ、食べない。絶対安いやんそれ。食べます。めちゃめちゃお金に余裕が、うん、やば、だいぶオーバーしたけど決まった。近い数字で630円。605円。まあ30までがニアピンだからさ、もし当たっとればいい。そうね、当たっとれば。これ全部食べたやつ記念した？
ポテト何個食べたの？ポテト何個？ポテト何個食べたの？ポテト1本9円。もともとね、もともと9円だったのが10円になった25円。おー、だいぶ。え、だって私ポテトさ19円だった。35円にしてんだけど、高くない？え、大丈夫だよ。ココミちゃんはポテトいくら？25円。じゃあ私最悪なんですけど、あともゆきなんで何つけたんだよ。そんなぐちゃぐちゃ書いてるからだよ。今食べた予想の金額を教えてください。ココミちゃんから。605円。655円。675円。予想がピタリと合ってれば丸とします。丸とします。ピタリ賞は言いませんでした。まあね、まあね。イヤビン賞ははい、お願いします。お願いします。危険ジャム。危険ジャムって。いませんでした。いないの？みんな食べ過ぎてた。みんな食べ過ぎてた。食べ過ぎてた。2位の人発表しましょう。645円。私かな。私な気がしてきた。自分の予想は645円なのに。あ、うち食べ過ぎたって。そう、だから卵焼きとか追加しすぎなんだって。1位の方の発表です。1位の640円。絶対にここだ。絶対ここに。ココミちゃん。あの、最後の卵焼きを食べなければニアピンでした。やっぱり。しかも40円ですか？605円。あれ？あれ？違う。なになに？同率だ。え？あの人？セイラちゃんとココミちゃん同率1位ですか？同率でした。645円。ママ計算間違ってた。卵焼き40円なので、40円。卵焼きを追加しなければ605円だったんだけど、追加したので645円です。無理して食べた。はい、ということでセイラちゃんも1位でした。よし。リココちゃんの金額、食べ過ぎた。なんと700? 900円。え、だってさ、あれだよね、春巻きとか振りかすとか追加でいっぱい食べてたから。なんだろう、ももがあの70円って予想してたから、あ、100円はいってそう。900円でした。ぴったり。ぴったり。へ、すごい。すごい。途中で430円って予想した時に、すでに800円でした。ということで、645円かける2と900円。リココちゃん2190円のお支払いとなります。お願いします。お願いします。今日のところはこの辺で、この動画が良かったら高評価とチャンネル登録もよろしくね。 Twitter、 インスタ、 TikTok のフォローとLINE の追加もよろしくね。バイバーイ。